ボータンと申します。ご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると、嬉しいです。北畠顕家を居城に戻します。河野諸冬が新田義興を攻めてきました。敵は、騎馬100が、五部隊弓500、薙刀500です。こちらは、騎馬、薙刀、弓の各500です。敵の弓の射程に薙刀が入ったので逃げます。まずは弓で旗本に近い騎馬100を倒す。騎馬は補充が高いので、一旦逃がします。薙刀は、逃げながら騎馬にぶつけます。敵の騎馬100は誘いに乗らず、敵の弓の射程に、また薙刀が入りました。まずは、弓で騎馬100を倒す。薙刀は敵の弓へ隣接。敵の騎馬が旗本へ攻めてきました。多少の損害は仕方なし。薙刀は敵の弓と追いかけっこ。弓は敵の薙刀500を倒す。また、旗本に被害が出ました。騎馬を敵の騎馬にぶつけたところ、攻撃が14対2と楽勝でした。これが式の力。敵の騎馬が旗本から逃げてくれました。ラッキー。ここからは敵の弓の射程にはいらないように敵を追い詰めます。
敵の弓の射程に牙と弓が入ったので逃げます。今度は敵の弓の射程に弓と薙刀が入ってます。この弓の移動は敵の弓の射程に入ってるのでミスでした。めったにない弓対弓です。弓対弓は、式のおかげで、損害60で500を全滅できました。薙刀で、牙100を壊滅。残す敵は旗本だけなので、牙と弓で倒します。こちらの牙500を旗元に隣接。
コウノモロフユを討ち取りました。次の攻撃目標は足利忠冬です。足利忠冬ですが、北畠顕家から攻めると、マップの配置の関係で負けます。なので飯高頼から攻めます。足利忠冬と飯の海戦です。敵部隊は、騎馬100が、4部隊で薙刀500です。こちらは、騎馬、薙刀、弓を各500で出陣。敵の2ターン目で、弓500と騎馬100が追加で出陣。これで、敵も全軍が出撃。敵は前進してくるので、こちらは待機し待ち構えます。敵の弓は射程外なので安心。まずは、弓で騎馬100を倒す。次に、薙刀で騎馬100を倒す。騎馬は損害を受けると50が高いので温存。薙刀に、少し損害が出ましたが OK です。また、薙刀に、少し損害が出ましたが OK。敵部隊は、弓と薙刀だけになりました。敵の弓の射程に気をつけながら倒します。まずは、弓で、薙刀500を倒す。無事に薙刀を壊滅。次に、弓を、薙刀と騎馬で倒します。弓隊は敵の旗本を攻撃しに行きます。薙刀で弓を倒します。弓を全滅したので、騎馬も、激
旗本を攻撃へ向かいます。騎馬の5回攻撃。攻撃回数は、部隊100ごとに1回増えます。部隊100は1回、部隊200は2回、部隊300は3回という感じ。騎馬と弓の5回攻撃で足利忠冬を討ち取りました。
ボスの足利直義の士気はまだ4と低いですね。戦い終えた院は居城に戻します。敵の上杉範明が新田義宗を攻めてきました。敵が攻め込んでくれると、籠城の心配がないのでありがたい。敵は、騎馬100の5部隊だけ出陣。薙刀と弓は温存。こちらは各500で出陣。敵は、薙刀500が前に来る珍しい布陣。早速、弓500で薙刀を倒します。薙刀と騎馬の位置は逆ではダメです。補充が安い薙刀を最前線に出します。薙刀は弓の射程に入ってたので前進させます。敵の騎馬が薙刀に攻めてきました。薙刀は20の損害が出ましたが OK。薙刀は、さらに前進して弓に隣接します。薙刀は、40の損害が出ましたが OK。敵の騎馬が攻めてきたので弓を交代。薙刀は敵の弓の射程から逃げます。薙刀は敵の弓の射程から逃げつつ隣接。弓で騎馬100を撃破。騎馬も、損害仕方なしで、騎馬100にぶつけます。攻撃差が6あったこともあり、損害なしで騎馬対決を制しました。これで、敵の弓を追い詰めました。薙刀の5回攻撃で弓を全滅します。次は、敵の旗本と騎馬100を狙います。
敵の牙がうまく弓の射程に入ってくれました。これで残すは旗本のみ。牙と弓の5回攻撃で倒します。上杉紀明を討ち取りました。今度は島津が伊集院を攻めてきました。騎馬100が4体と薙刀400と弓400の全軍が出陣。いきなり旗本が敵の騎馬100に隣接されてます。こちらは弓を、敵の騎馬100を狙える位置に布陣。旗本と弓の壁役で、騎馬と薙刀を出陣。敵の騎馬が旗本を攻撃。これは仕方なし。敵は、弓が前進して、騎馬と薙刀が射程に入ったので逃げます。弓で、騎馬100を倒しました。薙刀は前進、騎馬は、後退で弓から逃げます。旗本が弓の射程に入ってるのを見落としてました。旗本が弓の5回攻撃を受けます。
痛い。薙刀で敵の弓400を全滅します。敵の弓を撃破したので、ここからは少し気楽です。マップによっては、旗本同士の位置が近く乱戦になります。弓を騎馬100の隣接から逃げます。今度は、騎馬100が旗本を攻撃。仕方なし。旗本は、まだ1280残ってるので安心。弓で、騎馬100を倒します。薙刀も無理せずに交代し、敵を誘います。また、旗本が攻撃を受けましたが、OK。弓で、騎馬100を倒します。敵の薙刀400が前進してきたので、弓の射程に入れたい。敵の薙刀400が、弓の射程に入りました。このゲームは敵をうまく誘導できた時が気持ちいい。これで敵は旗本のみ。いつも通り、騎馬と弓で旗本を倒します。敵が旗本のみになるまで、騎馬と弓を、どれだけ低いダメージで守るかが大事。
島津氏久を討ち取りました。今度は、吉良定義が井伊に攻めてきました。早く足利直義を攻めたいですが、敵の攻撃が止まりません。井伊は、長刀に損害があるので、補充したいです。今のところ、他に攻められてる城はありません。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。